どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はダウンオブマン、厳しい真冬の中から、真冬どころじゃないね、氷河期に近い感じかな、すごい寒波の中やっていきたいと思います。前回ね、念願のこのロバカートができたので、人々の生活もだいぶ楽になってきてるかなと思います。今日はちょっと次の時代に進化するポイントを貯めつつ、柵を作って少し防衛、まあ見た目上の問題ですけどね、作っていきたいかなと思います。回転難しいな。 基本的にでも岩を使って防衛した方が早い気がする。こういう風にどんどん、ここ難しいな、こんな感じ。この柵がいまいちなんというか使いづらい。いや、これ石のところ伸ばしても俺入ってくるからね、多分。まあ、とりあえずでも囲わないよりはマシかなっていう感じかな。どう囲おうかな。ここ引けないのがね、すごいちょっと不満ではある。あ、でもそろそろ冬だし、木がないし、もう終わりかな。でも作業負荷も大変なことになってきてる。ちょっと引きすぎたかもしれない、これ。大丈夫かな、人々の暮らし。ちょっとカートができたからって、ちょっとやりすぎたかもしれない。まだカートの数9個しかないのに。少しまずいね。ちょっとやりすぎたかな。まあ、とりあえず冬を生き残り。この辺に道具片付けてほしい。カート置き場とか待ったらいいのにな。いやー、畑やるのと、そうだよね、130%。全員のキャパをオーバーしてる感じ。ちょっと仕事割り振りすぎたかな。ちょっとずつもう少し。大丈夫、これ倒れそうだけど、真っ赤になってるけど、これ、ついに。あんまり良くなかったな。ちょっと計画ミスかも、今のは。ポイント10。これどっちでもいいんだよね。あんまり、果樹園とか作るメリットを感じない、今のところ。特になんか、ビタミンとかバランスとかがあるわけじゃないから。まあ、どうしてもでも木が足りなくなったら栽培した方がいいのかなって気はするけど。まあ、木になったら切るだけかな。まずいな、畑が主力だから畑があんまりうまくいかないのは。そして羊もいるから、どうなのこれ。90分の59って全然スペース足りてないよ。足りてないね。まずいね。これはまずいかも。ちょっと牧場のスペースを、広げていきます。 80% に減った。はい、木を切ろう。隙ができたら木を切る。とりあえず木を切る。いやー、どこまで木切りに行こう。この辺は確かでもタンニンの場所があるから、タンニンのところは木切りたくなくて、タンニンっていうのは川を知らない方のために、皮をなんか舐めしにする液体みたいな木から取れるやつですね。木1000本。まあまあ悪くない感じ。ロバが増えてほしいな。
老婆どんどん繁殖してほしいんだけどな。悲しいかな、最近村に来ない、あんまり動物が。いや、人口が増えるにつれてもう一個ストーンサークルを作ってもいい気がしてきた。ストーンサークル作ろう。急な思いつきで。そんなものだよね。どこ？ここ？あー、ここ行ける。この辺でいいんじゃない？いや、どうしよう。この辺に作る。家から遠いのなんか微妙だね、でもね。家が多分この辺にバーっと建つから、さすがにこれいい加減だとまずいので、この辺？この辺？作ろう。よし、決めた。釣り道具なくても大丈夫でしょ。お肉で生きていけるでしょ。巨石探し。これと、順番にやっていかないと巨石を見逃すから、これかな。まずこの2個。村から右。覚えておけるかな。これで行きたいと思います。まあ木も潤ってきたし、これでなんとかなるかな。あとは銅鉱山が大丈夫だね。待って、フリントがだいぶ余ってきてるから、フリント系、まあいいか。パンの数ってどう？ 100。小麦11。小麦の減りも早いね。まあ、悪くないかな。今夏でしょ。次で収穫だから。で、これを巨石をまず、輸送できるようにしてあげます。まあ、前回と同じですね。もう1個作ってるので、2個目いっちゃおうかな、みたいな感じかな。あれ？これ何？あ、ここもどうなんだ？こんなことしてたんだ。忘れてる、あそこの道。これね、これ、早めに運ぼう。これの優先度を上げておきます。あー、ロボ便利そう。素晴らしい。二人村ぶと、え？病気が作物に影響してる。あ、釣り道具ないの？釣り道具でもなんか毎回ないって出るの、ちょっと不安になってくるな。あー、どうしよう。作ろうか、釣り道具。釣り道具、まあ 25% っていうか、30ぐらい。20ぐらいでもいい。15?10 ぐらいあれば十分でしょ。ちょっと作ろうかな。さすがにないのはちょっとまずいと思う。羊とか全然増えないしね。これだけの畑があっても、まあそんなに106とかで止まるなら作業効率はまあいい方だし。一人じゃ無理でしょ。手伝ってあげて。
はいはい、巨石ね。これで2個巨石が終わって、あと何かなぁ、三つ目以降。巨石探し。まあ、一個作ったからね、そんなにいっぱい。山越え遠いなぁ。ああ、この2個行く？南の2個行きます。これで、この村にも、2つ目の、ストーンサークルができれば、我が村の意向も示せるでしょう。これ 100% になってないのは気になるんだよね。まあ、100% になかなかならないのかな？ソリとかいる？ソリとかいらないと、もうカートさえあれば十分じゃない？人口の割合で男性18、これ足したらいくつ？ 30 いくつ？ 30 いくつに40。カート40ぐらいあってもいいかもしれない。もうロバは主力だからね。木の数チェック。柵、ああここ塞ごうかな。こんな感じで塞いどく。この2個目のストーンサークルができたら、いよいよこっち側にも少し人口、ここに家建てば、この辺に建たなかったら増やしていきたいだなと思います。食料ももう豚さんだけでかなりの余裕があるので、で巨石南、これだ。優先度上げてどんどん運びたいと思います。確かもう2つぐらい運んでくれてたから、あと2つ運んで、あと2つ？ん？あと2つ、あれ？さっきの運べばあと2つ。あれ？このサークルこうだよね。あ、まだ終わってないんだ。運ぶのきつい。ああ、きつそう。もう1個どこ行ったんだろう。あ。見てください、これ。必死に運んでる最中ですね。視点カメラで見ると、こんな感じ。すごい。これ絶対、この靴じゃ歩けないでしょ。これを今、村まで運ぼうとしてます。この頑張りで。はい、それでは、本日はこの絵面とともに、お別れしたいと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オカミでした。アディオスアミゴス。またねー。